まあプロ入って、はい、松坂が入ってきた伝説に残る三振、もう20年前ですよ。まあ松坂を育てたのはお前じゃないかっていう話だ。自信から確信に変わったというね、イチローを3連続三振取って、うん、あの自信は僕でしょうね。で確信はイチローですお前いらんこと言ったんだろ開幕前に。まあいやいや、いらんこと言うかよく金村さんがね言われてますけど、うん、ただやっぱり春夏連覇も僕たち以来で、あどっちも PL に勝ってね、うん、あの伝説に残る延長17回もやって入ってきたんで、うん、注目はしてましたよね、うん、まさか1年目から出てくるとは思ってなかったし、大久保さんも結構悪かったんじゃないですかね、内容とか結果が。スライダーを禁止にしてたからね、オープン戦の時は。これでまあ開幕なぜか2戦目に東尾さんが投げさせたんですよ、うん、いつも僕たち日本の試合はいつも東京ドームだったら1万5000人から8000人ぐらいの感じなんですよ、うん、まあ大体いつも1万人ぐらいなんですよ、うん、ちょっとサバ読んで言うからね、うん、だからいつもね4月ぐらいは寒いんですよ。まだちょっと冷えてるんですよ、ドーム内が。まあ、冷えてるよね、ちょっとひんやりしてるよ、ね。お父さんも思い出あるでしょ。あるある。いつ買い物すんねんよ。そうそうそう、人が入ってないねんかいみたいな。売り子の方が多かったからな、当時。それで、その日はまだね、当時東京ドームの試合開始が6時15分やったんですよ。うん、ほんで、シートノック出てきた時に、なんか、いつものじゃない熱気を感じるわけですよ、人が入ってるから。ほんで、6時からの民放の、カップ君のニュースな。ニュースですよ。ほなみんなもう力んでもうてねお前がいらんこと言ってたんだろ、松坂はって、まあ、ちょっと変化球ピッチャーだろで、お前らは高校生がおいちょっとお前あのプロの厳しさ見したろやみたいな、で大きいプロの厳しさ見せられたみたいな。いやそれであれだろPL の後輩の敵やぐらいに思って入ってたんだろ。いやそうなんはなかったんですけど、春夏連覇で PL 以来のでもあのボール当時ね、僕同級生のイラブがね、速、うん、い速い言うたって、うん、東京もスピード感が出なかったんですよ。まあそう確かに出なかったでしょ、うん、で150キロぐらいだったのイラブが、うん、そのあの1球だけ155キロ5キロ出たんですけど、うん、あれはやっぱ速かったんですよ。お前なんか憎まれしそうになったらしいじゃん。溶けちゃったですよ、ね、刺されすぎで。いや僕もあれね99年なんですけど、開幕 4の4打ったんですよ。4打数4安打前日、だから初戦開幕は2連戦やから、うん、2連戦終わって9の5ぐらいやったんですね、うん、で1戦目やって僕も絶好打ちだったんですよ。あんなにだから振っちゃったんでしょうね。振っちゃったんでしょうね、じゃないんだよめちゃあれが一番プロ入り振った打席じゃないの。だって振ってね、あんな体勢崩れるってあります？ないよな。だから相当遅れてるんだよ。だから後ろに残っちゃった。いや、そんな理性なことはいいんだよ。いや、それで、まあ、松坂がすごかったよな、はい、で、あっちゃんがまあ、いろんなピッチャーと対戦してきたじゃん、はいはい、まあ、移籍も阪神会にしたりとか、はいはい、まあ、両リーグ知ってるやん、はい、その中の対戦の印象に残るピッチャー、はい、まあ、5人でもいいし、3人でもいいし、違って。いや、まずやっぱ野茂さんですよ。あ、野茂、やっぱり野茂さんです。どういう感じだった？俺、オールスターでしか当たってないんだけど、あ、パリーグ行ったとか当たったか、そんなにまっすぐは速いっていう感じじゃなかったんだ。抜かれたんちゃいますか手抜かれて、なんて言うんですかね、やっぱ馬力がありましたね。馬力な。だからやっぱ完投するという、あ、まあ、パリーグなんで、例えば初回にポンと3点取られたって、うん、リーチやから最後に投げれるじゃないですか、うん、でやっぱりそのフォアボール3つ出しても三振3つ取るみたいな、まあ、そう確かにな。ほんであのフォークボールですよね、うん、当時やっぱりまあ、カウント取るフォークと勝負に行くフォークってまた全然違ったよな、うん、カウント取るフォークもなかなかああいうフォークボール僕ら見たことなかったじゃないですか。だからやっぱりあれほど三振を取れるピッチャーっていなかったですね、うん、じゃあナンバーワンが野茂。僕は野茂さんですね、やっぱ。いやもう野茂の話でさ、はい、言えばこれ言わなきゃいかんやろ、新潟で地方球場でなあ、よう思い出しましたね。いやこれをその時も絶好調だったの。あの時はまあ練習だけですね。僕ちょっとあんまあかんかった時です。まあでもあのフリーバッティング、俺がバッティング練習終わってベンチでこう座って、ちょっと新潟じゃ狭いんですよ、ちょっとはね。あっちゃんのバッティングちょっと見とこうかなと思って、まあよく聞いてきてたからね、俺のバッティング、いろいろどうですかとか言って。やっぱそれはね、同じ左バッターで頻繁に来られた時、僕3年目だったんですね。すごい、まあ3割バッターを7回も8回も打たれてる方の意見聞きたいじゃないですか。覚えてます、僕が一番初めバッティング練習した時に、お前バッティング練習するなって言っていただいたんですよ、うん、
それ最初はおだてとかないと人の話聞かんやねそれ一つの手やもうそあれ手やったんすか。いやいやそんなことない。いややっぱりいいバッティングしてたよただいやそ、うんはい、お前かかとにかかりすぎやと、うん、ね軸体重がねだからどうしても右手でやるうちやからファーストに走るからこれそれだけ気をつけろととか最後キャンプ中のノックとかでもねお前なんで飛び込まへんねんってよく言われたんですよ。お前飛び込まんかってそれって僕はすごい新鮮でね、うん、やっぱりそれから飛び込んでましたよ、うん、やっぱそういうふうなことも教えていただいたんでその新潟でね、うん、新潟の外野のスタンドも芝生でちょっとしかなかったんですよ。まあ狭いっつってもさボールもあんまり飛ばん時代だったしそれが打ち出したらまあ9割5分ぐらいはホームランでお客さんも入ってるから打つ振るたびにうわーうわーって その95%の半分が場外に消えてってうわーってすっごいフリーバッティングしてんなこれは金取れるフリーバッティングやなとか思ってたほんでこれ終わって俺が見ててもうつっかえ棒いるかって言われこんなやって帰ってきてだからさ出ましたわお前試合で打てよ言うてそしたらのぼやったな1打席目のぼさん1打席目ガシャーンって打ったらピッチャーの頭超えへんフラ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 ってのぼもこんなになっててピッチャーフライやってほんでね僕もこうむしゃくしゃして帰ってきたら大笑いしてるんですよお前ひどいな言うて練習の10分でも飛んでへんないかって言われてねお前あんなとこ打てへんぞ言ってでバットも折れてへんし言うてバットも折れないあんな詰まったこれ初めて見た俺人生ででコーチしてる時にねあるバッターがあんなフライ打ったんですよほんで俺が湯川さん湯川さんあんなフライ打ちますかって時にお前よう考えよと新潟の時でお前のフライもっとひどかったよ言われてなあ忘れるんやな人ってなあれで謙虚にならしてもらいましたよ、うん、そうだよはい2人目イラブ。俺はイラブも対戦したけどイラブのまっすぐってさ当時からちょっとカットしてたんやな、はい、でフォークボールが140キロ超えてきますからなあフォークがねグニャッとこうグニャッて、ま、こう曲がるんですよなほんでやっぱりあの独特の彼のこう僕同級生やから、うん、こう風貌とね態度の、うん、やっぱりメジャーにね話行きましたけどやっぱりあいつのまっすぐっていうのは当時のやっぱりスピード感のね一番のそのやっぱりこう申し子じゃないですけど、うん、藤川さんの時は小松達夫さんでしょ。まあ早く最初に対戦した時は早く感じたのね、はい、そのスピード感でも出たのがねボレのやっぱイラブですよ、うん、西武球場で木浦さん258キロ出してね、うん、イラブもそのまっすぐにこだわったんで逃げないというかね、うん、スピードもそうやったんですけどおそらく一回東京ドームでね廣岡さんがGM された時になんかあんまり仲良くなかったかなんかで、うん、交代ってた時にあいつグローブもね帽子も3人掘り寄ったんですよまあ昔はやんちゃだったよなみんなそんなやつ多かったやんイラブグローブはどうすんねんとかもうええねんみたいなピョーンって掘るんですよまあだけど俺もイラブと対戦したけどさ日本ハム行ったおかげでいいピッチャーだったなほんでああ見えてふてぶてしいわああ見えて意外とフォアボール出さないんですよ出さないなでやっぱ先発でもそんなにやっぱりこう3点も取れないじゃないですか、うん、あのまっすぐ分かっててもやっぱファールになってしまうような当時のね、うん、ほんでちょっとこうやっぱりふてぶてしさと何するか分からん怖さがあったでしょ、うん、まあ確かになあれはやっぱり僕らの年代一緒なんでやっぱり昔から有名でしたからねイラブ、まあ、何打った結構イラブ結構打ったと思いますよああそうはい、うん、でも それでもやっぱりすごかったといややっぱボールああいうまっすぐを常時掘れるのはやっぱりもうイラブのねすごいところと思いますね、うんで3人目は3人目松坂ですやられたからいや一番じゃないんだまあちょっとねお互い時代が違いますけど高校を卒業してすぐのピッチャーの完成度としてはもうナンバーワンちゃいます、うん、ああそう、まあ、後々そのマー君やダルビッシュや、うん、まあ大谷やね、まあ、いろんなその高校から入ってきて最近活躍するピッチャー増えてますけど、うん、やっぱ1年目からあんだけ16勝でしたっけ、うん、やっぱしたっていうのはもうやっぱり完成度としてはもうナンバーワンでしょ、うん、まあ今回ね奥川にしてもそうですし、うん、いろんな高校のいいピッチャーいますけど、うん、
じゃあプロに入ってすぐ16勝できるかって言ったら、おそらく1年間ローテーションで回れるかどうかじゃないですか。まあまあそりゃそうだな、それだけのスタミナがあるかどうか。松坂の場合はその馬力っていうか強さというんですか、変化球の精度もそうでしたし、フィールディングもそうでしたし、バッティングもそうでしたし、あのさっき田川さんが言われた花がやっぱありましたね、あいつは。なるほどね、はい時間かな思って